イタリア共和国、プッテア州に属する県の一つ。県とターラントは、ターラント湾に面した港湾都市で、州内第二の人口を持つ都市である。ターラント県は、プッテア州南部に位置する県で、南に地中海のターラント湾に面している。プッテア州に属する5県のうち、アドリア海に面していない唯一の県でもある。県とターラントは、 ターラント湾に面した港湾都市で県中央部に所在し、ブリンディジから西南西へ約6 2トル、州都バーリから南南東へ約7 9トル、コゼンツァから北東へ約1 5 5トル、ナポリから東南東へ約2 5 5トルの距離にある。隣接する県は以下の通り、ターラント県概略図2001年の国勢調査に、 基づく居住地区別人口統計によれば、人口2万人以上の都市は、以下の通り。ターラント0 2 9 1 7 0 0 4マルティーナ、フランカモットラ0 1 5 2 1 2 2 0 3ジノーザ009、グロッターリエ016-024-002-018-023-005-022-01-0011-028-014-026-006-025、マンリア0 1タラント県には29の、 コムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2013年1月1日現在。右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。下表に掲げた主要なコムーネのうち、地図中に名称を記さなかったものについては、番号を、太字で示した。 旧イタリア国鉄にあたるフェロビンエデッロスタートのほか、地方鉄道である、スドエスト鉄道の路線がある。ありがとうございます。